6月リストは2004年に設立されたスウェーデンの欧州会議主義政党。同年の欧州議会選挙では3議席を獲得したが、2009年の選挙では全議席を失った。2006年のスウェーデン議会選挙にも挑んだが0.47%の得票率に終わり、議席獲得に必要な4%には届かなかった。現在の党首はソレインウィブ。 2003年に行われたスウェーデンのユーロ導入の是非を問う国民投票で導入が否決されたことを受け翌年に決闘。党の共同設立者はノルデア銀行のチーフエコノミストにして元スウェーデン社会民主労働党員のニルス・ランドグレン。ランドグレンはユーロ導入や将来の欧州連合加盟に不満を抱く国民から少なからぬ支持を得ている。 国内の政党の中では、社会民主党や、その他左派政党の他右派政党は、軒並み欧州統合を良しとする一方で、左翼党や緑の党は、欧州会議主義的な傾向がある。当面は、国民投票で、マーストリヒト条約批准が否決された後に決闘した、デンマークの欧州会議主義政党を6月リストにちなみ、スウェーデンの6月リストは、この、デンマークの6月リストから、 多大なる影響を受けている。2004年の欧州議会議員選挙で14%の得票率を得て、スウェーデンに割り当てられている19議席中3議席を獲得した。6月リストから当選したのは、ランドグレン、全社会民主党のヘレネ・ゴーディン、そして前キリスト教民主党のラーズ・ウォーディンであった。なお、 ウォーディンは2006年の選挙でスウェーデン連合から出馬することを理由に挙げ同年、離党、古巣のキリスト教民主党に復党したために議席となった。6月リストは欧州議会での無所属グループ旗挙げに関わった政党でもある。2006年の国政選挙にあたり、6月リストは公務員増員とそれに伴う増税や地方文献などをマニフェストに掲げ選挙戦を展開。 前年9月実施の世論調査では、支持率が4.5%となり、議会進出に必要な4%を超えるのでは、ないかとの予測がなされたものの、以後は4%を下回る状態が続き、結局は26,072票を得るに止まった。支持率の伸び悩みが響き、2009年の欧州、議会議員選挙ではこれまで保持していた議席をすべて喪失した。ありがとうございます。